試合頑張ってきましたが、1年間どうでしたか。みんなも強くなれたし、ね、まあ、あれ試合とか大会も数々で勝てるようになって、かっいいですね。どうでしたか。みんな前より成長なくなってて、チームみんなで勝てるようになった。テラチ君、テラチ君、キーパーキーパー。あと一人、シゴルキーパー。キーパーテラチ君に。キーパー。シゴルキーパー。3年生の試合、キーパーとキーパーとしてどうでしたか。たまに失点してしまったくね、なるべく失点を減らしていきたい。最終バック、キーパーもう一人いいんだろ。あ、いや、俺インタビュー、俺インタビュー。3年間頑張って、何人もいらないで、みんなもいらない。まあ、途中からですけど、いっぱい点を入れられてしまって、で、来年は、まあ、頑張って点を入れられないようにしたいと思います。いいですね。3年間、試合で戦ってきてどうでしたか。僕はまだ1年間ぐらいしかないんですけど、まあ、途中からなんかいきなり夏にセンターバックやれって言われてびっくりしたんですけど、いつも普通よりなんかうまくできて良かったから、もっと続けてハトマークで選抜に出たいです。はい、続いてリク、次リク、まあ次リク、じゃあ得点を、誰がいいか、最終バックをやったり、ボランチをやったりして、どうでしたか。見えるようになる。もう一つ声も出るんだ。なんで俺なんだよ。もうちょっとボリューム上げて。ボリューム。うるさい、うるさい。はい、次、得点を。3年間、少し怪我をしてもらって、でも、試合は頑張ってきて、戦ってきて、どうでしたか。1年生の時とかは、そんな点取ってないけど、今回はいっぱい点取られて嬉しいです。来年にも続けていきましょう。続けていきましょう。よしやん、今日は行きましょう。3年間戦ってきてどうでしたか。今年っていうか、誰も優勝の喜びとかそういうのは聞かないの。確かに。じゃあ、はい、キッズリーグの優勝、今日キッズリーグの優勝インタビュー、どうでしたか。インタビューできないよ、お前。じゃあ俺、インタビューできないよ。聞こえない。声を大きく。点をあんま決められなかったけど、今日決められて嬉しかったです。今日のキッズリーグ優勝できてどう思いますか。みんな点をたくさん入れられてよかったと思います。入れられてかよ。大宮に9対10勝った気持ちはどうですか。最後はディフェンスだったし、ディフェンスで守りきれてよかったなと思います。自分でもなんかいいことができたかな、と思った場所、そこは何ですか。左でシュートを決めた。これからもどんどん続けてくださいね。はい、キャプテンとして、今回のキッズリーグ優勝できてどう思いましたか。みんなで戦えて、まあ、優勝できたのがすごく嬉しいです。みんな全試合出れてどうでしたか。まあ、よかったと思います。
2年生の頃は、まあ、そんな声も出ないし、まあ、周りも全然見れなかったけど、まあ、3年生になってから周りとか声も出てきてよかったです。キャプテンです。続けていきましょう。次の優勝の印象は、キッズリーグ、今回のキッズリーグ優勝できてどう思いましたか？いや、みんなも点取れたし、みんなディフェンスをしてたので最高の思い出だと思います。今年の3年生は、前の2年生よりどう変わりましたか？シュートも強くなったし、パス回しやドリブルを出てくるようになった。じゃあ来年も強くなってください。今回のキッズリーグ優勝できてどう思いましたか？カップもらえなくて虚しかったけど、みんなちゃんと点を取れて、趣味もちゃんとしてたので良かったと思います。最後の大宮と戦って9対1で戦えたのはどう印象に残りましたか？1点決められたのは悔しかったけど、あんな強い大宮に9点も決められたのはすごいと思いました。来年はどうしていきたいと思いますか？来年もまたキッズリーグで優勝してカップもらいたいです。頑張ってください。